ユンママ様、こんにちは、どうもです。仙台のリンクは早急な対応が必要ですよね。ユズミュージアムももちろんいいけれど時間がかかるので、とりあえず個人からの寄付を受け入れてほしいです。そして国、自治体、何よりスケート連盟からの補助等、仙台だけではなくて、地方のリンク整備出してもらいたいです。羽生君は宮城だけではなくて、 全国の被災地にも寄付をしてくれてますが、個人では限界があります。スケート連盟もフィギュアのために少しでもやってくれない、やってくれないもんかな。小田くんの件で私は怒ってるんで、あ、うんなるほど、なるほど。とにかく、羽生くんの練習場所だけでも死守したい、させてくださいってなってます。あ、そういうことです。小田くんの今回なんかあれですね。ですよね、おそらくね。なるほど。 小田さんの件ってさっきの言ったあのドーピング機構のあの件ですよね。なるほどね。うーん、でもなんか今、羽生さん、YouTube とかもされてるし、そういった、まあ、皆様からの、まあ、サポートって、間接的に、まあ、あの、そういった資金なんかも、だから、ステートの資金、寄付、あの、リンクの継続のための寄付とかに回してるんでしょうかね、羽生さんね。うん。 仙台での氷の維持が難しい理由っていうのはやっぱりあるのかな、理由的にね。うん。た、その土地にあった、まあ、なんだろう、リンクの形成であったりとかね、あの、考えていくべきですね。うん。でもね、国、国がね、支援するって僕賛成ですね。なぜかっていうと、羽生さん、経済回してますから、これはもう、あの、火を見るより明らかですよね。だから、国がサポートするのは、 僕はいいのかなってちょっと思うんで、ど,どうなんでしょうかね。うん。僕は賛成ですね。うん。はい。デ、えー、モン・ミカワさん、よろしくお願いいたします。野村万歳さんの仙台公演に羽生結弦さん,弦さんが贈られたフラワースタンドを見てきました。白、濃い紫、明るい緑、生命に合わせた色調のアレンジメントですね。グレーの素焼きのようなか カキかかに白い大輪ダリアだと思います。グリーンの大輪の菊、濃い紫パンダ、濃い紫と薄紫のトルコキトョウ、白と薄紫のカンパニラ、メディウム風鈴草、ブルーのダークスパー、ブッドレアのような形状の黄緑の花房の花もあったよと。うん。葉物はフィロデントロンセローム、ワックスプラント、南天の葉 えー、雲流柳みたいな、えー、と白い枝、茶色の枝、えー、好きな区密に品よく形よく生けられてました。一本の花にも、えー、種,子屋さん種子屋さん、花を栽培する人、水、肥料、気候、花の質の良、えー、しあし、季節、えー、花屋さんアレン、アレンジメントをされる人、 他にもいろいろ関わっていらっしゃる。物も同じ。どれほどの人が関わっていることか。いつも花屋の皆様、ありがとうございます。いろんな、えー、いろんな、えー、幸せな花たち。ハニ、えー羽人さん、ありがとうございます。はい、あの、レモンミカさん、ありがとうございます。こういうね、あの、お花で構成されてるっていうのは、なかなか、あの、わかりませんかね。ちょっと、あの、勉強になりましたね。うん。いくつか知らない花も入りますね。うん。アーニャさん。 どうもです。株さん、こんばんは。先日日程が発表されたリプレイ、横浜港最終日は、ピョンチャン五輪の男子フリーだった2月の17日ですね。うん、オリンピック2連覇をした日です、えー。偶然か、必然かっていうですね。なるほど、確かにですねこれ、これって必然なんじゃないですかね。うん、確かに。 今、ちょっと確かになってもらてます。で、アイスリンク仙台は昔は舐め、違う名前だったけど、私は多分、羽生さんがスケートを始める前から、たまに滑りに行ってました。うん。昔はなんとなく薄暗い印象でしたが、照明やダイヤ装のせいだったかもだ、だったのかもと。うん。でも、運営はされていたし、仙台市内には他のリンクがあったから、そういう時代だったのかしら。えー、クラウドファンディングとかで寄付を募れば、 きっと世界中のファンが寄付をするから、一旦危機は乗り越えられるとは思うけど、羽生さんのことだから、感謝をしすぎて無理をしてしまわないか不安ということですよね。うーん、このアイリンのリンクね。あの、アイリンのリンク昔は、あの、ちょっとこう、壁とかも傷がいっぱいあったりして、なんかそういった雰囲気でしたね。でも、ああいう雰囲気ってな、なんか、昔のなんか、趣があって、それはそれでいいなとも思いましたよ、僕なんか。うん、今なんか銀になってます一面で、ね、うん。 いろいろなってますけど、なんか昔は昔でいいなともちょっと思ったりね。うん。なかなかでも財政厳しいっていうのはちょっと驚きますけどね。うん。他のリンクとかってどう,どうしてんでしょうかね。結構一般の滑走者とか入れて収益を取ったりとかしてたり、いろんなスポンサーがやっぱあるのが、スポンサーなんでしょうかね。スポンサーがいることによって、まあ、他のリンクの成り立ってるんでしょうかね。あの、羽生さんにもたくさんスポンサーいるかと思うんで。 そこら辺がちょっと気にはなるんですけどね。うん。